一昨日の夜10時過ぎから雪が降って、昨日も一日中雪がちらついていて、今朝は大いなる寒さ、暦の上では大いなる寒さの通り、マイナス2度にまで下がったので、竹林の奥の方の島バナナの巻き葉とかその他のバナナ大丈夫だったかなと思って見回りに来ています。今朝は私は5時前から起きて、朝5時ぐらいにサンルームの温度計を見たら、サンルームで0度だったんですね。ということは、外はおそらくマイナス2度だろうと思って、後で天気予報の温度を調べてみたら、やはりマイナス2度と出ていましたね。それで、まあ、だいぶ緑失せたかなと心配もしていたんですが、まあ、多少は灰痛みも出ましたが、巻き葉とかは、島バナナの巻き葉とかは傷んではいないですね。でもまた足を滑らせましたが、山ではしょっちゅうなんですが、巻き葉への影響はあまり見られませんが、横に広がっている葉っぱはやはり緑葉にカッペンがだいぶ混じってきていますね。まあ無理もないことです。マイナス2度といえば、普通の環境ではバナナの葉っぱはほとんどカッペンしますんでね。まあ、トカラの島バナナは体感なく、大寒をやり過ごしたみたいですね。今日の昼ぐらいからは気温が上がっていって、1週間ぐらいは暖かいんじゃないかなと思うんですがね、まあ、2月に入ればまた寒い時があると思います。他のバナナたちも、まあ、大体大丈夫だろうと思うんですがね。これは豚足ですね。豚足もまだ緑葉を保持しています。その向こうはエマスですね。エマスも緑葉を保っていますね。下葉とかは当然このように黄変褐変して葉がらも折れてきていますが、寒さにあまり強くない台湾の台湾バナナですね、もう半分以上は、それぞれの株の葉っぱの半分以上は緑葉を保っていますね。もうちょっとダメージを受けているかなと思って見に来たんですが、そんなに心配することもなかったみたいですね。これはオーストラリア経由のジャイアントキャベンディッシュですが、まあジャイアントじゃなくまだ小さいんですけれども、葉っぱもまあ緑葉をある程度保っていますね。それから
この溝の手前、溝の手前のバナナたちはやや緑を失ったかなという気もしますが、擁壁の方じゃなく山道沿いのこのブラジルバナナも巻き葉を傷めずにやり過ごしたみたいですね。まあでも今朝は私の隣の、私がいる部屋の隣のダイニングキッチンにある小さな石油ストーブ、家内が出してきた石油ストーブをつけてみたんですが、小さな石油ストーブですから、まあ、なかなか温まりませんでしたね。まあ、それぐらい寒かったので、そちらの方の銀バナナ対ベジタブルとかも多少やっぱりちょっと元気なくなったかなというような気はしますね。まあ、大したダメージではないと思いますけど。まあ2月にもまたこういう寒さがあればですね、もっとダメージを受けますが、しかし2月に入ればダメージを受けながらもほとんどのバナナが巻き葉を出す準備をそれぞれに始める季節になりますので、2月にもっとダメージを受けたからといって、そうそう私は心配する必要はないと思っているんです。ダメージを受けるのと、新たな信用である巻き葉を準備するのは、おそらく同時進行だろうと思っています。それで、1月中に、まあ、この程度であれば2月に入って2、3度の寒波が来てもですね、なんとかかんとかもうやり過ごせるんじゃないかなと見ていますね。まあ、今日はまだ気温が上がっていなくて風も吹いているので、バナナたちも寒そうにはしていますが、午後から気温が上がってきますから、あとはバナナたちもですね、楽に感じるようになってくるんじゃないかと思いますね。これはタイベジタブルバナナですね。